こんにちは、コミーです。今日はこちら、ちょっといつもと様子が違いますね。今日はね、この丸カンを使っていきたいんですけど、このメビウスボールっていうのを急に作りたくなって作ったんですね。で、あ、できるわと思って、こういう細かい作業は得意ではないです。だからできないんじゃないかなって思っていたんだけど、あ、なんだと思って、なんだっていう言い方なんですけど、だから、あ、じゃあちょっと動画でやってみようかなと思いました。で、これはレース糸で編んだぺちゃんこおちょぼちゃんなんですけど、まあ私あんまりアクセサリーはつけないので、ピアスとかね、イヤリングとかに良さそうな大きさではありますが、こんな風にして、まあこれ3つ3色で作ってみたので、全部いっぺんにつけちゃったんですけど、これはセンスがないかもしれません。はい、ということで作っていきます。今回は丸カン5個を使ってメビウスボールを作って、それにこういうふうにつなげて、ここにつなげようかなという、そんな流れでいきたいと思います。はい、まあレクチャーという感じじゃないです。やってみようみたいなね、いつもの通りでございます。こういうのも実は慣れてないっていうのは、まあね、ご存知な方わかると思いますけど、ちょっと変なチョコになる可能性はありますが、まず開きます。そして入れます。閉じます。ちょっとこれピントが合わなくなっちゃう。3個目開けます。ここに通します。閉じます。4個目、これすぐ終わっちゃうかしら。開きます。通します。閉じます。で、ラスト開きます。通します。閉じます。で、完成です。見えますかね。で、これを、小さい丸カンで一つにというか、つなげるというか、
こっちも入れちゃいましょう。はい、これで完成しちゃいましたどうしましょう。きっとこれ単体じゃなくて他のものと組み合わせてピアスとかにするとね、すごい素敵なんでしょうね。ちょっと飲み物に行きます。とりあえず今日のコールドカップ、これは牛乳でリコッタチーズを作った残りの乳製ホエイに、蜂蜜を入れました。はい、今日は終わってしまいましたまあ、たまには短い動画もいいですけどね。5個または6個みたいなことがどっかに書いてあったと思いますが、私は5個でやりました。それで丸カンで、私これだいたい100円ショップで買ったものなんですけど、なんかこれたくさん入ってるけどね、そんな使うのかなってずっと思ってたんですよ。いつも買うとき、いやこんなたくさん使わないんだけどなって思ってて、これどうすんだろうなって思っていたんですけど、こういう感じでいっぱいあるんですよね。で、そう、なんか使い道ないのかなって思っていたら、これを見つけて、あ、これなら結構消費できるなと思って作ってみた感じです。メビウスボールとかで検索すると作り方とか出てくると思います。使いこなせる方はね、丸カンとかどんどん使ってるのかもしれないですけど、まあ、私はこういうおちょぼちゃん作ったりとかっていうくらいなものしか使っていなかったので、たくさん余っているんですね。だからもし丸カンいっぱいありすぎて困ってるわという方は、こんな使い道はいかがでしょうかという、ちょっと私でもできたからそんな難しくないんじゃないかしらと思って動画にしてみた次第でございます。はい、この丸カンの大きさだったりとか変えるとまた様子の違うメビウスボールになりますよね。アクセサリーとしてもうちょっと大ぶりなのが良ければ大きい丸カンを用意するとちょっと存在感のあるものになるのかもしれないし、今ね手持ちにあって使い切れてないという丸カンでもうささっとできちゃうので、何かとこうやって合わせて使う分にはこの小ぶりな感じもね可愛いかなと思います。はい、ということで今日はこれも思いついて やりました、丸カンでメビウスボールを作ってみたという動画になりました。はい、本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価お願いいたします。また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。